こんにちは。肉たまごチーズメック。よろしくお願いします。渡辺信之です。えー、お久しぶりですね。まあ、先週はあの私の用事でね、急遽宮古島へ、えー、行って延期になりました、えー。本日も楽しく最後まで聞いてくださいね。命だけは平等だ。えー、っと。 台風は、今のところは、あの、思ったよりそれって、えー、一旦は沖縄から下の方へ行って、で、土曜日、日曜日あたりにまた戻ってきて、えー、暴風圏内に入るという、大変珍しいです,ですがあ、幸い今日はね、台風、暴風もうるさくなくて、えー、講演会、料理っていうか、まあ公演もちゃんと停電もすることなく開催できたのでね、皆さん最後まで聞いてください。 え本日はね、なんていうかあの、今まで質問の多かったこと、あるいはね、皆さんがまだまだ疑問に感じてること、あるいは世間の人がね、えー、っていうようなこと、それをちょっと手短にお話しします。で、また、メック食、肉、卵、チーズを30回噛んで食べる。これはね、私1人だけが言ってることではなく、実は厚生労働省、ね、いつもお話しするんですが、 日本人の食事摂取基準2020という本があるんですがそこにも述べられていることです。ですから私の講義を聞いてメック食を実践すれば実は厚生労働省にのっとった食事法だとこういうことが言えると思いますからね。で本日は脂質油油についてお話ししたいと思います。 でまたいつものように資料を使いますからね。で、この資料もね、えー、なんていうのかな、ちょっと字がちっちゃくて見にくいかもしれませんが、厚生労働省の日本人の食事接種基準、そこからコピペしてきて作った資料ですからね、えー、もしあの写真撮れる人は写真撮って、あるいはあ厚生労働省のホームページに入れば、PDF と読めますからあ、ぜひ皆さんも私の講義を聞いて、食事の参考にしてくださいね。 それではスライドに参りたいと思います。はい。えー、脂質、油です。油。で、とりあえずは、油は何でもいいと思ってください。とりあえず。だから動物性脂肪とか、ね、ラードバター、それからオリーブとかさ、魚の油とかいっぱいあるんだけど、 とりあえずここではまず最初は油全体を刺す。こう思ってください。そうしますと油には働きがあってない体にいい働きがあるんです。はい、これで資料で機能って書いてあるの見えますね。ですから油にはこういう働きがあるんだよっていうのが書かれてるんです。で、簡単に読み上げますとね。まずは体を作る。細胞膜を作る。 つまり体を作るんですよ。ということは、女性で言えばね、お肌を作る。作るんですよ。だから私もなんかね、いろんな人に会うたんびにね、昔より若くなってるそうですよ。先週、宮古島に行って昔の患者さんに会ったんですが、若いって言われましたね。10年前より若いようですよ。まあ、これ、まあ、これは真実です。 で、えー、まずは体を作る。それからね、エネルギーを作る。ね、僕たちエネルギーがないとね、喋れないし、頭が働かないし、動かないからね。このエネルギー、人体にとって主要な、大切なエネルギーですよ、と書かれてる。ね。それから、次はビタミン。皆さんね、ビタミンが必要だから野菜食べるよ、果物食べるよって言ってますが、実は、 油を食べないとビタミンが吸収できない。使用性ビタミンチですからね。これがあって、アデック F と呼ばれるんですけどね。ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K。これらは油と一緒に吸収されるんです。ですからサラダのドレッシング、にかなってるんですよ。だけど、和風のドレッシングって油入ってないよね。砂糖が入ってるよね。 こういうことですよ。だから、野菜サラダ食べるときはフレンチドレッシング。普通のね、なんかサラダ油と胡椒と塩で振って作るやつ。そんなのかけて吸収するんです。ね。他にも働きがありましてね。例えばコレステロール。コレステロールはね、血液がドロドロになるとかね、動脈硬化になる。そういうもんじゃないんですよ。コレステロールも体を作るんです。 特に皮膚の中でね、コレステロール作られるんですよ。なぜかって言ったら皮膚をきれいにするため、皮膚がきれいな人は健康である。ね、で、あとは、ホルモンの材料になるんです。特に女性ホルモンや男性ホルモン。ですから、よくね、更年期になって、えー、女性ホルモンが足りない、更年期、更年期って言いますが、これ、コレステロールを食べないからなんです。コレステロールが女性ホルモンの 材料炉、全く体になるんですよ。コレステロールが女性ホルモンに変わる。はい、これが脂質の機能です。ね、書いたとりにあるでしょええいいことしか書いてない。そうなんですよ。これが脂質の機能なんです。まあ、とりあえず油全部含めますよ。で、その下のところにちょっと出てきましたね、油。で、油って、 何よくわかんないよね。オリーブとか、甘ニとか、ああ、いろいろあ,あ,あだけど、これ4つに考えます。フラ全体ね。それから、飽和脂肪酸、ラードやバター。それから、オメガ3、オメガ6、なんかね、あるじゃない。MCT とかさ、あなんだ、甘煮とか、オリーブとかね。まあ、ぐちゃぐちゃあるんですけど、とりあえずは4つに分類して、脂質の働きは今言いました通り。 いいこことづくめ。ね、これが脂質です。でえ次はあ食べる油これ食べなきゃいけないですからねどれだけ食べなきゃいけないかこれで計算できるんですいいですかよくね油を減らしなさい鳥の皮は取って捨てればよ豚の油は湯がいて捨てればよえそれを見たみんなはね真似して油捨てちゃうんですよ もしかしたら油食べない人もいるかもよ。だって鶏の皮をむいて食べて、あと米と野菜ばっかりだったら油ないでしょう。だけど、この表を見てください。油は必ず取らなきゃいけないんです。だから決められています。簡単に言うと、1日に食べる食事量の20%から30%は食べなきゃいけないんです。いいですか計算して食べたことありますあるいはね、皮、油どんどん捨てたらね、 全く取ってないですよ。ね、だけど、目標量ってのは決められているんです。1日に摂取するエネルギーの20%から30%。え一 ?1 日に食べる量の2割か3割そしたら、例えばスポーツマン。ね。スポーツマンなんていっぱい食べなきゃ動けないでしょだそれはまた油を増やさなきゃいけない。えどんどん増やしていいんですよ。だって運動するから。ね。 だけど、どんな人でも20%から30%は食べなきゃいけない。これも覚えてくださいよ。油はだめじゃないんですよ。ね、油がダメだって誰が言ってるか、僕もよくは,は知ってるか知らないんですけどね。で、ここで、えー、っていうのがコレステロール。だけど、このページに下の方に書いてあげますね。食事のコレステロール、コレステロールは体に必要だから、体内で作ってるんだよ。 肝臓でで作ってるんですよだからいっぱい食べたら肝臓が休んで作らなくなるし食べるのが足りなかったらコレステロールいっぱい作るだから逆にコレステロールが増える、ね、このようなものなんですですから食べたコレステロールは血液のコレステロールとは関係ないこんなのね2015年に厚生省言ってるんですよ、ね、食べていいんですそれからまとめのところね なんと、一番下には、脂質の目標量は設定しなかった。どうですか減らせとも言ってないよ。あれ何グラムまでに抑えなさいとも言ってないよ。つまり、油いっぱい食べてもね、病気とは関係ないから、食べる量は決めない。つまり、上限はないっていうことなんですね。まあ、これも私、講演会で話していました。 今日はね、油の勉強会です。ねはい。じゃあ、どれだけ食べればいいか、さっきの表のところで計算しますと、こうなります。2000キロカロリーの女性。だいたいね、事、え、務、ー、事務作業をして運動をあまりしない女性は1日2000キロカロリーと言われています。ね、で、それの20%、30%油食べなさいってことですよ。まあ、上限はないんですけどね。そうしますと、 2 0 0 0カロリーの30%、6 0 0カロリーです。ね。で、脂質、油1グラムでね、9キロカロリーですからね。じゃあ、油をどんだけ食べるか。6 6ムなんです。6 6ム。ね。で、ここで皆さんに馴染みの深いの持ってきました。バター。1箱。ね。あの、切ったバター入ってる。これがね、なんと1箱ね、あ、あ、1個8グラムだから、 8個入って64、えぇ、ー、葉っぱ64、64g、なんと1箱と、どう一般的な女性。ね、で、66g の油が必要でしょなんとバター、1箱で 64g、なんかぴったりじゃないですかメックってね、こういうぴったりの偶然が多いんですけどね、切りがいい筋。ね、で、今度、生クリーム。 ね、生クリーム持ってきました。これもね、見てくださいよ。脂質 88.6g。一箱で 88g です。ね。だから女性は 66g でしょで、2 0 0 0カロリーって言ったら本当にじっとした女性ですからね。ちょっと動き回る女性でしたら、88g は食べていいんですよ。どうですかぴったり。ね。あとは皆さんよくご存知。ラード、豚の油。 これもいっぱい食べていいんですよ。つまり、油は食べなきゃいけない。分かりやすいなバター。これ、一箱、ね。僕は最近あの、バターも食べたりしますよ。うん。で、ちょっと塩気のついたバター。だって、夏場は暑いからエネルギーが必要でしょ、ね。エネルギー、体温調節するにはエネルギーが必要だから、バターそのまま食べたりします。ね。忙しいときは、ポッと食べるんですけどね。はい。 で、油で血液ドロドロ。間違いです。油は血液ドロドロになんてなりません。誰が言ったか。ひどいですね。だって、油が固まるんだったらさ、豚さん、豚、固まってるやつだよね。そんなことありませんよ。あるいは赤ちゃん。赤ちゃんおっぱいにのミルク飲みますよ。ミルクといえばバターだよ。ね、色は白いし。赤ちゃん固まってますか 固まってないよ、ね、で、もし血液の中でドロドロになるんだったら、食べて胃袋の中でドロドロになるから、血液に吸収されるはずがない。で、よくね、いつもお話しするんだけどあの、詰まっちゃいけないところには油流すでしょブレーキオイルとか。だって油、つるつる流れるから。じゃあ、何が詰まるかって言ったら、砂糖。砂糖水ですよ。 だから、これ、血液、ドロドロになるっていうのは間違いです。だから、あここ、ね、細かい字いっぱ読んでもらうと、なんと、ラードやバターを増やしたら、日本人は脳梗塞、脳出血が減った。書かれてますよ。逆に、動物性脂肪を食べないとね、脳出血や脳梗塞が多いんです。だから、秋田県民、あるいは日本人は戦後、 脳梗塞、脳出血が減ってきた。もちろん、食の米会によって、ラードやバター食べるようになったからなんですね。まあ、こういうことが書いてありますし、まあ、これぐらいでいいかな。これ、細かいところ、まあ、また読んでくださいね。で、あとはね、あの、心筋梗塞、これも関係ないと書いてますよ。あバター、ラード食べてもね、脳卒中とも関係ない。ね。だから皆さん、食べていいんです。 これは、飽和脂肪酸について書かれているところです。ね。まず一番。一番最初に出てくる油がね、飽和脂肪酸です。ラードやバター。で、コレステロール。ね。だからよく真面目にね、うん、卵は一日に行くまでっていう、なんか言う人がいるでしょその人、この文章読んだらわかりますよ。いいですかコレステロールは、肉とか卵とか、 動物性タンパクが豊富な食品に含まれるんです。だからコレステロールを減らしなさいって言うとね、お年寄りがね、ああって減らすようにね、タンパク不足になっちゃうんです。だから注意が必要だって書かれてますよ。コレステロールを、卵を減らせって言ったらダメなんですよ。栄養失調になっちゃう。それで、現代はね、老人問題が増えてるんですよ。寝たきり。 膝が痛い、腰が痛い。みんなね、コレステロール、油を減らされたおかげでね、タンパクまで減っちゃう。これが今、日本の抱える大問題ですな。医療費ばっかかかる。はい。あと、脂質異常、中性脂肪が高いと脂質異常って言いますよね。これもね、皆さん、これ読んだら治ります。人間ドックで、これ、中性脂肪が高いってよく言われますよね。そういう時に皆さん、 どういう指導を受けますか中性脂肪が高いって言われたらどういう指導を受けますかアルコールをひらいて、野菜から先に食べて、運動しなさいと、それを守っても毎年毎年中性脂肪が引っかかります。はい、中性脂肪を下げるには簡単です。はい、ここに書かれています。 炭水化物を油に変える。え炭水化物を油に変えると下がるんです。ね、詳しくはこれ読んでくださいね。それからもう一つ。果糖果物や過剰な糖質は中性脂肪を上げると書かれています。なんとびっくりでしょ中性脂肪が高い人はね、脂肪を減らせって。 効かないです栄養士の人がやってきてさ、ね、アルコール控えて、ね、それから運動して、野菜から食べて、油減らしなさいって言うでしょ大間違いです。ね、中性脂肪を減らすには、穀物、果物、野菜を減らす。ね、それから、穀物、果物、野菜を油に変える。つまり、炭水化物のエネルギーを脂肪のエネルギーに変えてしまえばいい。 こういうことなんですね。さっき、先ほど言いましたね。脂肪はエネルギーだよ。主要なエネルギー源だよって書いてあります。そうすると、ブドウと糖質はね、これもエネルギーだけど4ロロ、4キロカロリー4キロカロリーね。だけど、脂肪は9キロカロリーだから、脂肪が大切なエネルギー源なんです。だから、糖質のエネルギーを脂肪に変えれば、 また中性脂肪も下がってくると。そういうことになるわけですね。はい。で、あと皆さん、あのよく気になってますね。魚の油を食べたら、なんか、頭が良くなるとかさ。ね。甘木甘木具を食べるとヘルシーとか言うでしょ。ところが、厚生労働省のコメントです。いいですか最初の文章、私読みますけど、日常生活を自由に営んでいる健康な日本人には、 n 3系脂肪酸の欠乏が原因と考えられる症状の報告はない。ね、気をつけて気をつけて構成書書いてますが、簡単に言えばね、DHA、アマニュー、日本人で足りない人はいないよ。普通の食事をして健康な人は足りないってことはない。だから、サプリはいらない。 あるいは、あの、DHA はね、EPA はね、よく、あの、認知症に効くとか、頭が良くなると言われて期待されているけど、それが治療に役立った報告はない。分かったええ。だって、サプリン言ってるじゃん、頭が良くなるとか。そんなのもないんです。まあ、どっちにしろ足りない人はいないよってこと。ね。 だからあるいはねまた糖尿病はちょっと増えちゃったって報告もあります。これが甘みとかね魚の油ですよ。DHA、ね。それからもう一つ、オメガ6。これも最近よく聞くよね。オメガ6って言ったらかっこいいからで、ね、えー、偉そうに、オメガ6、オメガ6、体にいいよ。ねまあ、サラダ油とかいろいろあるんだけど、このオメガ6も日常生活において健康な人は不足することはない。 そうなんですよ僕なんか、まあ、健康だと思ってるから足りないってことはない。ね、だから、皆さん、油に関してはどうでしょうか、ね、あるいは心臓病とも関係ないって出てますよ。なんか植物油、MCT とかさ、いろいろあるよね、オリーブとか。これらもいいと言われてるけど、報告はないんです、実は。期待はされていますよということ。ですから、皆さん。 脂質に関してはね、もうああだこうだ惑わされるのはもうめんどくさいからね。僕も昔考えてよ。ああ、なんか、イワシの油で作った薬があるから頭が良くなるからとかね。ああ、マニーはいいよ。オリーブはいいよ。MCTE って言ってるけど、結局厚生労働省はね、体にいいとは書いてないんですよ。逆に、飽和脂肪酸の場合はね、一生懸命調べてね、心筋梗塞や脳卒中にならないし、逆に脳梗塞や脳梗塞を予防したって書いてあるんですよ。 ね、こういうこと。だから動物性脂肪の飽和脂肪酸は脳出血、脳梗塞を減らした。だけど、オメガ3、オメガ 6, 6の油は、これらは良くなったっていう報告はない。これでもう皆さん頭の中すっきりしましたねで一家。一家不飽和脂肪酸、これもそうなんです。ね、オリーブと油とかね。 これはね、必須栄養素じゃないから食べなくていいんです。はい、おしまい。これが油について、えー、今日のまとめです、ね。いずれも厚生労働省のね日本人の食事摂取基準から取ってきました。で、じゃあ、え脂質を取るにはどうしたらいいのってね。この表を見てください、えー。脂質の量が書いてますが、例えば女性は66グラムの脂質を取ってくださいってことだよね。どうですか ご飯、ご飯100グラム食べてもね、油0.3しかない。ね。ところが、チーズ22ありますよ。豚肉25あるよね。66グラムですよ。で、ピーマン。ピーマン3個食べてね、脂質0.1ですよ。えじゃあピーマン100個、200個食べないと。ね。あれ、ご飯でも脂質を取ろうとしたら0.3、66個から0.3割ったら、 え2 ?20?200 倍20 200倍、まあ、いいとんでもないことになりますね。ですから、油を取らなきゃいけないから、肉卵チーズメック。これなんです。うん、まあ、その他、この表を見ればね、えー、どうかな。ご飯とか納豆とかはゼロが多いでしょ。ね。ビタミン、ミネラルが足りない。ところが、肉卵チーズ見たらほとんど生み出されてますよね。 で、あの、これはちょっと、ま、付け足しといいますかね、えー、沖縄県。沖縄県の大宜味村。それから秋田県。ね。この男女の食事を比べたらね、まあ、沖縄は長寿で有名。ね。秋田県というのは、あの、卒中が多い。そうしますと、えー、まあ、これ、後でゆっくり、こう、パッ、パチンと写真撮って、ゆっくり見てもらえばいいでしょうかね。えー、タンパク質。それから動物性のタンパク。脂質は。 沖縄県の人の方がたくさん食べてる。ね、で、エネルギー、ね、炭水化物、持っててるでしょ糖、糖類。糖類はどっちが多く食べてるかって言ったら、秋田県の人が多いんです。ですから、このデータでは、長寿とは有名な沖縄県の大宜味村の人は、秋田県民よりもタンパク質、動物性タンパクと動物性脂肪の摂取が多いたくさん食べていた、こういうデータです。 で、その下のちょっと見にくい黒いのはね、これ、あの、油の摂取量と寿命の関係でね、どうですかあビューンと線が伸びてるんだけど、これ油の量をどんどん増やす。そうするとね、寿命も伸びていくんですよ。で、日本人がだいたい60、70グラムぐらい。ところが、このグラフではね、油の摂取量120グラムぐらいが一番寿命が長いですよね。で、それ以上食べてもね、どうですか 食べない人よりは寿命が長いでしょわかるえっと、例えば、油の摂取量が 20g の人の寿命と 100g 以上食べてる人の寿命、やっぱりたくさん食べてる人の方が長いですよね。で、140g の食べてる人もさ、食べない人よりは寿命は長いんだけど、140g の油、ちょっと食べきれないかな。まあ、いくら食べてもいいんだけど、そこまで食べれる人はちょっといないですよね。僕だったら下痢したり。 えー、しますからね。ということで、あの、油に関してはね、今日の講義はおしまいにしまして、あとは、質問タイムとか、おしゃべりタイム、もっともっと楽しんで、この講演会。うん。あ、講演会を楽しんでくださいね。で、あの、今回は、あの、9月ということで、敬老の日がありますので、もちろんね、敬老のお年寄りにもメックですよ。お母さん、お父さん、メックです。 ですから、このメックの本、肉、卵、チーズでボケない、吹けない、疲れない。ボケない、吹けない、疲れない。自分にも、自分もねこの本読みたい。自分で書いたんだけどね。あるいはお父さん、お母さんにぜひこの本をプレゼントして、今からでも間に合うよということでね、進めてくれたら、みんな老人問題をも解決するんじゃないかなと思っております。それでは あの、今から質問、質疑応答、チャットタイムといたしましょうか。岸本さん、よろしくお願いいたします。はい、渡辺先生、ありがとうございました。はーい。はい、それ,れでいいかな。 はい。ででではここからですね日時のお時間に進んいいきたいとい、はい、そうですね。岸本さん、ちょっと音声をもうちょっと出せます、はい、あ聞こえますか、うん、聞こえるけどちょっとちっちゃくなっちゃった。あ、聞こえた、聞こえた。はいはいすみません。今、イヤホン使ってるんで、ここのマイクですね。今、大丈夫ですね。あ大丈夫です。うんうん、はい。失礼いたしました。そしたら、えー、と次、応答の方ですね。あの事前質問フォームの、はい。 えー、方で、えー、受け付けているものを先にですね、えー、質問していきたいと思います。私ので一番対応して質問していくのと、はい、あと本日ですね参加者様からまたご質問をしていただくっていうことで、はいはいまた私の方からお名前をコールしてですね読んではいあのー、お呼びいたしますので、はいお願いします。はいで、うん、えーっと。 このお時間もですね、チャットの方での質問も受け付けておりますので、えー、今の先生のお話聞いて、また聞きたいなっていうことがあれば、はい、チャットの方を利用してあの、送っていてください。はい、ではですね、先生、早速です。<laughs> あ、で、あの事前質問フォームの内容はですね、あの先生の方にもさっきに見ていただいてますので、うんえー、質問内容、読み上げる内容は少し割愛してですね、読み上げていきますので、ご了承ください。はい、はい。えー、と 質問フォームの方では先生、6ついただいておりますので、順番に読み上げていきますね、うんはい、まず1つ目です、はいえー。毎月講演会楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。はいえー、と家族で,です、ね、動物性脂質の重要性を理解しておりますが、低糖質の食事により肝臓で起こる浸透性自体、人によっては推奨されない場合があるという人もおりますと。うん まあそのことを受けてです、ね、糖質を制限することにより、脂質異常症のリスクって高まるものなのでしょうかということです。はい、そうですよね。まず脂質異常症、さっきお話で、話で出てきましたね。えー、中性脂肪、高い人。これ、脂質異常症と言います。で、その原因がなんと、果糖果物、それから糖質。つまり、果物と、 まあ、糖質だから米パンそばでいいや、ね。米パンそばの食べ過ぎが中性脂肪を増やすと書かれています。ね、本当、皆さんに、あのもうこれなんだ、でもいまだにね、本当ひどいですよ。油減らせ、油減らせって。これではね、中性脂肪の患者さん増えるばっかりですよ。薬の出しっぱなしですよ。だめだよ。ね ちゃんと本を読めば書いてあるんです。ね。だから脂質異常症を治すためには炭水化物を油に変える。炭水化物のエネルギーを脂質のエネルギーに変える。これで大丈夫ですからね。ですから肉、ね、食を続けていけば脂質異常症も治ります。それから糖身性。これね、例えば糖身性はダメだダメだって言ったら、例えば私たち寝てる時とかさ、 ね。あるいは、行方不明だった子供が一週間飲まず食わずでも生きてたってのがありますよね。これ、等身性してるからなんですよ。ね。もちろん自分の脂肪も使いますよ。だけど、等身性ができるからこそ、脳は脂肪の他に、ブドウ糖も使えるし、エネルギーも出るんです。寝てる間にね、ふらふらして、低血糖で死んじゃったってことがないように。ね。 低血糖にならないように人間の血糖値は食べても食べなくても常に100。こうなんですよ。だから炭水化物糖質を食べなければすぐ低血糖で死んじゃうってことないですよね。だから糖質性っていうのは別に、えー、悪いものではない。こういうことですね。よろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。はい、続けていきます。 渡辺先生、こんばんは。んはい、えー。最近、自分の好きな有名人が、ビーガン、過去菜食主義だったり、日本古来、玄米などを中心にした日本食、発酵食品や、魚、有機野菜の食事を進めていたりするのを見かけますと。先生はこの方たちをどのように思われますかはい。ということです。 そうですね。あの、食事に関してはね、文化的な背景、政治的な背景、民族的な背景、経済的な背景があります。ね。だけど、食事ってもの、科学ですからね、医学ですからね、ちゃんと決まった食事はあるわけです。それがメックなんです。とりあえずこれは押さえてくださいね。で、あとは人の生き様に関してはね、僕は、あの、文句を言わないしね、えー、いろんな人が聞いて成り立つっていうのが社会ですからね、えー、別に否定はしないんだけど、 あのこれだけはちょっと理解してくださいね。ちょっとあの、インターネットの画面でお見せしようか。えっと、これで、あ、映ってるえっと、例えば、これ、農水省のページ見えますか皆さんね。はい、見えてます。はい。 これ、農水省でほら、国産米の無機ヒ素っていうのが出てきましたね。ヒ素え農水省がわざわざヒ素についてコメントしてます。ヒ素ってわかります毒物ですよ。ね慢性的にちょこっとずつ食べていけば30年後にポックリ死んじゃうとかね。まあ、証拠もあんまり残らない。あるいは急性中毒で亡くなって、まあ、ヒ素、毒カレー事件とかもあったでしょそんな、 なんですでこれは必ずね土の中に入ってるんです。ね特に火山地帯のね土の中に入ってるから土からなるものは全てヒ素が入ってるんです。でその中でヒ素を最も多くするのが米なんです。だから農水省は国産米向きヒ素って書いてます。で、ねほら米だけ調べてるんですよ。つまり米にはヒ素が多いから気をつけなさいってちゃんとコメントしてます。で 玄米と精米がありますが、この中央値、ヒ素の濃度を見てください。玄米と精米どちらが多いでしょうかこれだけ取ってもね、玄米っていうのは精米容量、ヒ素が多い。だから私たちは玄米を精米して食べるんですよ。だって玄米は硬いしまずいし、ヒ素も多いからわざわざ精米して食べる。だから皆さん、みんな精米してます。今時ね、 玄米を食べるって人はね、どうかな皆さんの周りにいますいるって言っても、日本中考えたらね、僕は一回も食べたことないしね。学校給食でも出ないよね。まあ、100人に1人ぐらいかな。まあ、それが玄米というものです。だ,だから玄米を食べる人、これを知ってて食べてたらまだいい。ああ、いいって言っちゃいけないね。ほら、ほら、玄米。なんか玄米だけ出てきてるよ、これ。ね。 ほら、あと今後の対応とかさ。ね。今後の対応ってことはさ、まだヒ素が問題になってるってことなんですよ。ね。問題じゃなければ、こんな脳水症書か,かないんですよね。ということで、僕は玄米はお勧めしません。まずはね。これだけでもいいんじゃないかな。で、あと、先ほどの栄養素のところで出てきましたよね。白米には脂肪がない。そうするとね、玄米と野菜。 これを主食にすると、必須栄養素の油を66グラムも取ることができるでしょうか私は健康になりたいし、ね、皆さん医師ですからね、健康になってほしい。その時には僕は玄米とかね、えー、野菜は最初から進めませんよ。だってわかってるのに、ヒ素が入ってるし、油も足りませんよ。だからもしね、玄米と、 野菜を食べるんだったら、バター60グラムで炒めてくださいよとか、ラード、ラードで60グラム食べてくださいと言わなきゃいけない。だけど、往々にして、玄米菜食の人は、そういう油を、ええって食べないよね。ですから、まあ、食事っていうのは、経済、ね、文化、宗教、ね、政治、いろいろがありますが、私は医師ですから、 ちゃんと厚生労働省、農水省、これに逆らうことはせず、玄米採食は進めておりませんよ。だけど、病気でない人とかね、私にかかってない患者さんに関して、人に関しては自由です。これでよろしいですかはい。えっと、あ、これ変えなきゃダメだね。ごめんね。はい、ありがとうございます。こうして、あ、あ、バックが見えちゃった。え、一回、はい。<laughs> 続けていくはい続けていきますはい、はい、えっ、ー、とイベルメクチンというお薬がコロナに効くと知り合いから聞きましたが、はい、本当でしょうかはいそうですねじゃあイベルメクチンについてちょっとおさらいしましょうか <laughs> えっとねイベルメクチン えっと、ちょっと調べてみましょうかね。えっと、ストロメクトール。 ま、これ、ストロメクトール、ネット見えますね、これ。このストロメクトールっていうのが、あイバルメクチンです。これ字見えますかどうかなね。で、この薬は、苦虫剤。寄生虫を殺す薬です。ウイルスを殺す薬としては認可されていません。ここに書かれてるよね。医薬品情報、苦虫剤です。 で、効能効果をね、見ますと、腸管粉煎虫粉煎虫とまあ、寄生虫ですね。それから回線。回線もね、ダニンかなんかの一種でね、カイカイカイこれ虫です。ですから、ストロメクトール、イベルメクチンは適用はこの二つです。ね。で、療法療養蜂養養とが書いてます。で、あとはまあ、副作用があるんですね。 まあ、使用上の注意とかね、えー、重大な副作用。ですが、まあ、ここに書かれている副作用っていうのは、他の薬とまあ同じか軽い方でね、まあ、飲んだからといって、あまり副作用がなくて、えー、よくあるのがね、寄生虫、寄生虫が出たら、子どもちゃんに、ね、1回飲ますとかね、2回飲ますとか、まあ、そういうお薬です。で、リベルメクチンがウイルスに効果があるかどうか、ね、厚生労働省は認めていません。 たったこれだけ。あるいは、イベルムクチンが効果あるとすれば、世界中で大ヒット商品になってますからね。まあ、あ例えば、あれかな。総理大臣がイベルムクチンを飲んでるとかね。アメリカの大統領がイベルムクチンを飲んでるとかね。まあ、いろんな話になるかと思いますが、一応私は医師,医師免許を持って厚生労働省と、ね、まあ所属っていうかそれですから、まだ効果の 確かめられていない薬は進めることはいたしません。ね。ですから、あまあね、まあ、あるいはもうね、何人の医者が進めてるか、ね、あるいは何人の医者が飲んでるかとかね、そういうことでいろいろ調べられていいんですが、私は日本国の厚生労働省、これに従って医師免許を授かったにですからね。しかも税金を使って、皆さんの税金を使って医師になってますから、 生半可なことはちょっと言えないので、ね、今の段階では、ストロメクトールの効果は厚生労働省のとおり。私はそう、はい、そう考えて行動しています。これでよかった。ストロメクトールだけの話だったっけそうですね。アクセンそう、その、うん、えっと、はいあ。またまた見せようか。 あそうです、そうです。はい、大丈夫です。うん、これ。これはね、もうここで調べればわかりますよ。医薬用、医薬品。ね、ストロメクトール、イベルメクチンってね。こう読んでいただいて、聞くと考えるんであれば、別に飲むことには副作用はそんなひどくないからね。まあ、勧めはしないけどね。 まあ自分の判断で飲む分には、まあ、意外と割と副作用は少ない薬ではないか。ね。まあ、寄生虫に効くのがウイルスに効くかどうかっていうのは、またね、わかりませんが。ということです。よろしいですかはい、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、次ですね。次は、 えとここでですね、参加されている方からご質問を受けていきたいと思います。はい、はい。えっ、ー、と、ご用意はよろしいですかね。えっ、ー、と、うん、メルマガのニックネームを申し上げます。はい、はい。京都メック応援隊さん。はい、はい。今、大丈夫ですかうん、うん、ミュートを返していただいて、は,はい、ご質問の方、お願いいたします。 はい、どうですか。よろしくお願いします。うん、どうでしょうか。 操作がかからなないのかな岸本さん少し読み上げてくれますか質問ねで途中で参加されるかもそうしましょうかねはいえ,えっと途中からでも声出してくださいねはいえー、っとですねえー、っとあこちらです はい、某ウイルスのワクチン接種を4回接種しました 2>、うんはいで。2週間我慢してたんですけれども、3週間目に倒れて、うんえー、親が緊急で老犬とショートステイにということで。ワクチン接種の後遺症の認定もされず、治療もないならワクチン接種をやめて、メック中心で行ってもいいのでしょうかというご質問です。はい、そうですね。あの例えば、 ワクチンを打った後副作用、副反応が出る。これはないとは言えないんです。つまり、薬物、注射、すべて副反応があると考えてください。で、どんな副作用が出るかっていうのは全く分からってないんです。ね。だから、例えば痛、痛み止め、風邪薬一つをとってもね、実はどんな副作用が出るか分からないも。もしかしたら死亡例があるかもしれない。あるいは、あ食事との食べ合わせ、飲み合わせ、ワクチンもね。 まだあー例えばコロナワクチンを打って何かを食べたらひどくなる、これもあるかもしれない、ですから否定はできないので、その副作用で、えー、苦しむ方、いるかと思います。でもう一つは、ワクチンを、まあ、ワクチンというかね、コロナにかかった後の副作用も大きいんですよ。かかった後にコロナ以外の病気が進行して死んでしまう。ね コロナ以外の病気がひどくなる。ね。まあ、ぜだったら分かりやすいよね。こういう症例もあるんですよ。だから、結局はコロナにかからない方がいい。これが一番なんですね。ですから、コロナのワクチンの副作用で悩む方は、やはりそれなりの治療も必要だと思いますし、えー、あなんつっけコロナね。かかったらかかった後の、また副作用も深刻。 だけど、例えば、今まで人類はいろんなウイルスの脅威にさらされてきたんだけど、生き残った人、生き残ってきた。で人口も増やしてきた、ね。必ずね、ウイルスにかかっても生き残る人はいるわけですよ。でこの生き残るっていうのがね、まあ、よく分かってないんだけど、一つ確実に言えるのは、タンパク質と脂質なんです。ねえー、タンパク質を食べて体を作る。で またあの厚生労働省のさっきの本にも書いてあるんですが、私たちは抗体というのを作ってウイルスと戦っている。その抗体というのは動物性タンパクで作られる。これなんです。その他の免疫物質、細胞性免疫もね、すべて動物性タンパクから作られるんですよ。これ。で、またそのウイルス、細胞が働く。 ね、抗体を作るためにはエネルギーが必要なんです。このエネルギーは脂肪なんですよ。ですから、あの例えばワクチンを打つ、打たないに関わらず、打った人でもかかる場合もあります。打たない人でもかかる場合もある。どっちにしろ、メックをたっぷり食べる。これが必要なんです。ですから、メックは今まで通り続けてください。で、その上でワクチンを打つ、打たないか。 これはもうご自分で考えてね、いろいろ資料を調べて、えー、打って副反応が強い方は、それなりに調べて5回目どうするかとか、ね、考えてください。で、もし本当に迷ってわからないんであれば、私の方にね、個人的にメッセージいただければ、お答えすることができます。ね、ちなみに私はもう4回目ワクチン接種しております。以上でよろしいですかあと、あの、直接、あの、私に話してくれても大丈夫ですよ。 はい、ありがとうございます。はい、先生、あの、音声が出ないっていうことで、メッセージいただきます。はい。あ、僕の京都、あ、いえ違います。あの、京都メック応援隊の方です。あ、そっか、そっか。ごめんなさいね。うんうん。はい。えっと、では続けていきます。はい。先生、あの、最近、豚の軟骨やスペアリブを使った料理にハマっていますという方ですね。はい。はい。 骨そのものも食べても大丈夫なのでしょうか、うん、骨髄まで丸ごと食べてもいいものなのでしょうか。まず人類の主食は骨髄と思って大丈夫です。えと、ー、思うんだけど、えー、前回もお話ししましたよね。おお昔私たちはアフリカで何を食べていたかっつったらね、ライオンやハイエナが食べ残した骨を食べていた。で、骨を割って骨髄を吸っていたのね。 で、この骨髄が一番の栄養食。だから骨髄を食べる人類は頭が良くなって、ね、他の動物たちとは違った生物にまで進化したんです。で、骨髄からって、もうちょっと簡単に言うとね、骨髄から体の全ての細胞ができるんですよ。だから骨髄っていうのは体になる全ての栄養素が詰まっている。ね、タンパク質豊富、脂質豊富。まあ、ちなみに糖質はゼロなんですけどね。 ですから骨髄が主食でいっぱい食べるって分かる。じゃあ骨は食べていいかこれ実はね、骨ってね、あの生の骨で試したら分かるんだけど、しゃぶってるとね、少しずつちっちゃくなるんですよ。えと思られるかもしれないんですよ、ね。だから骨も食べていいですよ。だけど、まあ、骨も実は骨髄から作られますからね。まあ、骨が好きで、ちゃんと食べやすい形になったら骨も食べていいんですが、骨髄を食べておけば、 大丈夫ですまた骨もね例えばね赤ちゃんの体が大きくなるときってさミルクでしょおっぱいだよねでおっぱい飲んでるだけで赤ちゃん骨ができるよねうんということはチーズとかねあのミルク食べて飲んでる人ておけば骨ができるってことだからまあ骨は食べにくいから食べる必要はないんだけど食べれる人は食べてくださいもちろん骨髄は最高の まあ最高って言っちゃダメだから他に美味しいのもあるからね。骨通には栄養学的には素晴らしい食べ物食べていいですよ。こんな答えでいいかなごめんなさいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、と、事前質問の最後の質問になります。うん、あとはまたチャットにもいただいてますので、移っていきね。はい、えっと、続いて、 脂肪酸の代謝について詳しく知りたいですということですね。はい、余った脂肪はそのまま排出されると、まあ、書いてあったと思いますが、うん、本当に出ていくのか、その仕組みを再度教えていただきたいということです。そうですね、まあ。脂肪に関してはあの、主要なエネルギーで源であり、ね、それから体を作るとっても貴重な大切なもの、食べなきゃいけない、こういうことなんですね。で 脂肪がどれだけ吸収されるかいう実験もね、一応はあるんですよ。つまり、あの、食べるでしょ食べて、何グラム食べて、あと、うんこでどんだけ出てきたかそういう実験があるんですよ。ね。例えば、100グラムの脂肪を食べたら、うんこに10%脂肪が出てきた。そしたら、これ、吸収率が90%。ですから、脂肪の吸収率は大体90%と言われているんです。 食べた脂肪の90%が吸収される。ね、そうしますと、先ほどもちょっとチラッと資料を出したけど、えー、日本人の平均は脂肪75グラム食べてて、ね、それから120、140グラム食べるにつれて寿命がどんどん伸びていく。ね、ということは、それだけやっぱり脂肪が吸収されているんですが、それ以上の、ね、脂肪を今度は、ね、どれだけ吸収されるかっていう、ね、実験がそのものがないんですよ。 例えば脂肪を3 0 0グラム食べて、うんこの中にどんだけ脂肪が入ってるか。これはね、実際 300g を食べる人いませんので、実験がないので、実際、あの、どれだけ吸収されて、いっぱい食べたらどうなるかってことはよくわかっていませんが、ただ一つだけ言えることは、一般的に私もそうだけど、食べ過ぎたら下痢になって出てしまうんですよね。で、これが面白いことに、暑い日はね、なかなか下痢になりにくい。 つまり暑い時っていうのは、ね、やっぱり体温調節やエネルギーが必要だから吸収されるんですよね。で、あるいは、あ、ちょっと出てきたけどね、摂取カロリーを多くすると油がそれだけ必要だ。つまりカロリーいっぱい運動して使っていくと吸収がまた高まる。どん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 吸収できるってことなんですよね。うん、ですから、あの、まあそういうたくさん食べた実験はないっていうことなんですが、やっぱり必要に応じて吸収されて、それ以上は 何,何かしらの働きで吸収されないようになっている。こうじゃないかなと思いますね。それ以上はちょっと私は分かりません。ごめんなさいね。はい。はい、ありがとうございます。はい、では、チャットの方のご質問に行きます。えっ、ー、と、質問はもうこのお時間で受付を終了といたしますので、うん、よろしくお願いいたします。そしたら、えっ、ー、と、先生、また油のご質問が来てますが、はい、油ね。米 いうより、うん、ラードや牛脂の方がいいのですかというご質問です、はい、そうですね動物性脂肪に含まれているのがあ多いのが放和脂肪酸と言います、ねでまあ、ラードヘッドどっちがいいかと言われても、ね、これは、ね、どちらも一緒だと考えてください、ねね、鳥皮もそうだよねですから、えーまあ、厚生労働省は簡単に、ね、全部の油をまとめていいと言っているんですよ で、その中で牛がいいとか脂、豚がいいとか、何もコメントしてませんからね。ですから、動物性脂肪に関しては、何でも同じだと考えてください。中でも食べやすいのが、どうだろうな。豚の脂かな。あと、鳥皮っていうと、やっぱりちょっと、見た目で、まあいいや、ね、脂何でもいいと思ってください。たっぷり食べるのが大切で、激したら、あ、ちょっと多いかな。まあ、あるいは僕みたいにね、激したら、やった。 あったあった食べた、ね、こんな感覚で食べてください。大丈夫ですかはい、ありがとうございます。<laughs> はい、えっ、ー、と、以上ですね、先生、事前質問フォームとチャットの、はい、いただいた質問は以上になるんですが、いかがでしょうか参加者の皆さんの中で、うん、やっぱりね、聞いてみたいっていう方、直接聞いてみたいっていう方、もいらっしゃいましたら、ミュートを解除して、 ね、1人二人ね。先生聞いてみてもいいと思うんですが、うん大歓迎ですよ。でいかがですか？今回で、ね、せっかくこう質問大会ということで、質問の時間多く設けているんですけれども、いかがでしょうかう、ね？日本全国の方にね。参加していただいてますからね。是非どんな人かな？どんな声かなってことでね。声も聞かせてください。 どうですか先生、チャットの方でいただいております。はい、うん、はい。はい 野菜をたくさん食べることにデメリットはありますかと、うんうん、いうことです。そうですね、えー。野菜といえば、えー、一番あの問題になるのが食物繊維です。ね。ですからよく胸焼けがするとかね胃もたれがする、こういう方はあ生野菜の食べ過ぎが原因で、えー、人間ドックでもねそういう方いたら私は生野菜の食べ過ぎには注意してください。 あるいは今度、その食物繊維が消化できないもんだから、便が大きくなるんですね。で、便が大きくなって気持ちがいい人、これはこれでまた、それはそれでいいかもしれませんが、逆に大きくなって便秘で困る人、こういう人には、野菜はちょっと減らしてくださいねって説明します。つまり、野菜は過剰摂取で便秘になる。これだけにちょっと気をつけてくださいね。あとはビタミン、ミネラル、これでもね、肉、卵、チーズ、よりは不足するんです、実は。 だけど、まあ、栄養成分表でね、ピーマンなんとか、あキュウリはどんだけって計算してた食べる分には、ビタミンミネラルも補充できますが、たっぷり食べなきゃいけない。ということで、まあ、野菜、野菜は食物繊維に気をつける。で、思ったほどビタミンは含まれていない。だと思います。だったっけ質問ははい、ありがとうございます。では、はい、ラスト、もうラストい行きましょう。はい。はい。はい。 はい、えと体重が多く、うん、皮下脂肪がもともと多くても、油をたくさん摂取してもいいのでしょうか。はいうん、そうですね,ね先ほど言ったように、油っていうのは、まずはエネルギーになります。ね、それから、体を作る。ね、それから、あとはあホルモンになる。重要なものですから、食べなければいけない、ね。で、人間の油に変わる。 体脂肪に変わるのは糖質なんですよ。ね、糖質を過剰摂取すると肥満になる、ね。これはもう事実としてありますから、ね、脂質で太るということはありません。脂質と同時に食べる糖質で体重が増えるんですよ、ね。だからよくあるのが、なんて言ったらいいかな。 焼肉で太った太ったって言われる方がいるんですが、実は焼肉屋さんで食べる野菜とお米で太っちゃったとかね。あるいは、あのこういう質問もあったっけあの脂肪とタンパク質を食べるとインシュリンの分泌が増えるとかね。糖尿病の。これもあの私いろいろ調べたらね、タンパク質をいっぱい食べて、かつ炭水化物を食べた場合、インシュリンがいっぱい出るっていうコメントがあるんですよ。 ですから、タンパク質を食べてインシュリンが増えるのではなくて、同時に食べている炭水化物のせいでインシュリン物質が増える。こういうことですから、あのダイエット中の方はね、油で太ることはないです。ね、糖質、ブドウ糖、つまりブドウ糖が含まれる食べ物は炭水化物、穀物、果物、野菜、こちらをたっぷり食べると、エネルギーとして使えればいいんだけど、計算して食べるとは言いませんしね、お相撲さんのように、いや運動してもあんだけ太っちゃうからね。 からあダイエットするにもメック、肉卵チーズで大丈夫ですよ。ただし、筋肉,筋肉が増えた場合はね体重が増えちゃいますからね。体重だけを気にする人にとってはちょっときついかもね。だけど筋肉が増えてかっこいい体になるのがいいからね。まあこれだけですな。よろしいですかはい、ありがとうございます。先生すいません、もう一つお答えしていただきたいです。はい、大丈夫です。 はい、あの参加さ,されている皆さん、ちょっと今9時をね、もう二分過ぎたところなんですけれども、もう少し続けさせていただきます。あの、ご都合のね、ある方は、あの自由にご退席されても大丈夫ですので。お時間の許す方は、またそのまま引き続きご参加ください,、はいはい。先生、あの、うん、胃が、胃が痛い時などは、どのようにメック食をしたらよろしいですかというご質問が届いております。そうですね。 あの一般的に腹痛の場合は絶食にします、ねえー。例えば入院患者がいますとね、絶食。でそれから点滴のみ。点滴はあの食塩水ですからね。ということは、自分でお腹が痛いときは、まずは食塩水、塩水だけ飲んでおけばいい。でも塩水なんて、ね、飲めるもんじゃないから、おすすめするのがそばとかラーメンのスープの素。ね、これを薄めて。ね お湯で割って作れるからね。それで飲むことをおすすめします。で、下痢がなければ、ラードやバター、エネルギーも必要だからね。だから、あの、豚骨ラーメンの元のスープにさ、あバター、ラード入れて飲むとかね。まずはそれをおすすめします。それから、あの、ちょっと固形物、あ固形物はダメだよ。で、その後はねあの、卵を溶いて食べるとかね。それから食物繊維の入っていないもの。 先ほど言ったようにね、食物繊維っていうのは消化が悪いからね。だから、お腹が痛いときは禁止。ね。だからあ、卵スープ、チーズから始めます。で、それでまあ1週間ぐらい大丈夫ですよ。ね。で、肉も始めて、それから野菜。野菜が大体ね、いつ胃が痛い原因のもとですからね。えー、食べるときはとりあえずよく買む。ね。それから生野菜は避けて、ラードでよく炒める。で、それを少量食べるんです。 で、食べたい分だけね、えー、メックしながら増やしていって、胸焼けしたら、あ、ストップ。こうすれば、胃が痛くなったおかげでね、自分に食べれる野菜の量がわかります。ただしよく噛んでね。このようにして食事を始めたらいいかなと思います。いかがですかはい、ありがとうございます。はい。 えっと、皆さんよろしいでしょうかあっという間のお時間だったんですけれども、はい、えっ、ー、と、これをもってですね、質疑応答のお時間は終了としたいと思います。はい、うん。はい。質問以外にもですね、皆さんから、あの、あそう、体験談とかですね、あとご意見、うん、ご要望も届いております。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、先月ですね、先生、あの、プレゼント企画として、はい うん、コースターとクリップをプレゼントさせていただいたんですけれども、はい、またこうノートがあったらいいなとかですね、橋を、あはいはい、そういうグッズもあったらいいなというお声も届いてあります。はい、また皆さんの声を参考してすねはい。作ります。<laughs> <laughs> ありがとうございます。作ります時間はかかます。<laughs> ごめんなさい。<laughs> 講演会と合わせてね、またこう、お楽しみのね、ネックショップの楽しみのものもね、はい、またはい、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、はい。では、渡辺先生、はい、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました、はい。渡辺先生のね、やっぱいつもの熱い思いがね、今回も伝わってきたなと思います。はい。今日、あの、いただいたお話をですね、また持ち帰って、周りの方々にも伝えていってください。で、みんなでネックショップを続けて、 はい、行きましょう。はいではいと、このメックショコンライン講演会はですね、はい、毎月第4木曜日の夜8時から定期開催しております。次回は9月22日木曜日となります。お友達やご家族をお誘い合わせの上、たくさんのご参加をお待ちしております。はい、ということで先生から最後にまたご挨拶の方、よろしくお願いいたします。はい。 えー、話し出すとまた長くなりますからね、えー、今日はあ一言命だけは平等だ肉卵チーズメイクはい <laughs> はい、ありがとうございました。しいはい、今日のメイクショップ、オンライン講演会、これで全日程は終了といたします。皆さん、どうもありがとうございました。